日本で一般的なバックホーメディアを再生するバックホー、東京にてバックホーとは、油圧ショベルの中でも、ショベルをオペレーター側向きに取り付けたもののこと。オペレーター側向きのショベルでオペレーターは自分に引き寄せる、方向に操作する。地表面より低い場所の屈折に適している。建設機械の一種、バックホーと表記することも、ドラグショベルとも言う。日本語のバックホーの語源は、 英語のバック法ーだが、英語では、その他、リアアクターあるいはバックアクターと称することがある。油圧ショベルは、アタッチメントと呼ぶショベルやバケット部分の付け替えによって、様々な用途に使われ、バック法ーはショベルをオペレーター側向きに取り付けたタイプのことである。英語のバック法ーは、バックと法ーが語源である。なぜバックなのかについては、以前に多く用いられていた前方へ救い取る。 ローディングショベルに対し手元側へ掘り取るからだともあるいは口述のようにトラクターの後部に装着する作業装置が元だからだとも小説ある。日本で一般的にバックホーと呼ばれる建設機械は無限軌道あるいは車輪を備えた走行装置上部の車体全体を旋回させる機能を有するのが特徴であり、これは英語ではエクスカベータと呼ばれる。 海外のローダーバケット付きバックホーこれに対して海外でバックホーと呼ばれるものは農耕用トラクターから派生した建設機械で前方にローダーバケット後方にバックホーを備えバックホーローダーとも呼ばれる最初のバックホーローダーは1953年にイギリスの JCB によって作られたまた日本ではほとんど見かけることはないが外国製の農耕用トラクターでは 後部に装着する作業機としてバック方をオプションで設定していることがある。基本的には左右に1本ずつ計2本の操作レバー、走行系の無限軌道を操作する走行レバー2本、エンジンのスロットル操作を行うスロットルレバーが備えられている。機種によってアームと本体の角度やバケットのオフセット位置を変更するための操作ペダルを備えている。旋回は 油圧モーターと旋回ブレーキを制御することによって行う。アームやバケットは接合部分に取り付けられた油圧シリンダーに送り込む油の量を制御し油圧シリンダーの長さを変えることによって接合部分の角度を制御することによって操作する。過去には各メーカーが独自の操作方式を採用していたが実規格で一度標準とされる操作方式が定められた。その後、 1994年に ISO 方式が新実規格として採用され、現在日本国内では ISO 規格の操作方式が標準方式とされている。実際にはアームの中折れ部分とバケットの取り付け部分の角度はそれぞれ関連して動作するので効率的に操作するには一定の熟練が必要である。またアームを縮めた場合には 中折れ部分が髪型にせり上がり、作業部分であるバケット部のみ見ていると髪型の電線などの障害物に干渉したりするなど事故につながることもある。バックホーの操作方式に ISO 規格が採用されたのは1994年だが、建設現場では未だに両者が混在しており、オペレーターも未だに旧規格になれたものも多く、機種によっては、 操作方法を簡単に変えられる仕組みを備えたものもある。休日企画と ISO 企画の操作方式は左レバーの操作手順を90度ずらしただけなので操作方法の変更には一般的にはそれほど複雑な機械構造を必要とはしない。または操作方法に関わる油圧配管を変更してオペレーターが慣れている操作方式に変えて使用している場合も多い。 日本国内では、バックホーの運転には、車両系建設機械技能講習終了者、または、特別教育終了者の資格が必要である。また、工事などで占有している部分の走行の場合や、工事現場直近での安全に、十分配慮しての短距離の移動や、横断の場合などを除き、一般道路の走行には、大型特殊自動車運転免許が必要である。また、 フォークリフト等と同様、一般道路の走行にはバックホーにも自動車登録と自動車検査登録が必要であり、当然、ナンバープレートも備えていなければならない。ありがとうございます。